長丸、三角、丸を描き、それをもとに形を描き込んでいきます。今回はライオンの横顔を描きます。ライオンの手はコロンと丸みを帯びています。平筆で大胆に毛の流れを描き込んでいきましょう。目の黒を描きます。そして再び大胆に毛の流れを描き、全体の色味を調整していくと、ライオンのスケッチの完成です。ライオンはサハラ砂漠以南のアフリカ大陸、インド北西部に生息しているネコ科の動物です。